ええ、来ますよ。派手な格好をした人でイヤリングをしていて。ユアンだ、間違いない。そいつはよく来んのか。ええ、毎日餌を買いに。それも高級なやつを。レン、なんでここまでしてくれるんだ。さあな、とりあえず取引だ。お前の追ってる真相とかいうやつを探ってりゃ必ずお宝にたどり着くと俺様は見てる。どういうことだ。高天界と私有門、あいつらがつまらねえ理由であんな必死に動くわけがねえ。金の匂いしかしねえんだよ。俺には関係ない。だから取引だっつってんだろ。俺様はお前に協力する。だからお宝にたどり着いた時分け前をもらう。いいな。保証はないぞ。見ろ、うん、来やがった。待て、主元達の手下の監禁場所が分かるまで気づかれるわけにはいかねえ。つけるぞ。分かった。もうやね。あれは潔癖症ってやつだな。ただいまっと。ただいま、ただいま。だれ、これからいいとこなのに。やるじゃねえか。泥棒、泥棒。うるせえな、焼き鳥にされてるか。焼き鳥、焼き鳥。外は見ておく。お前は探せ。